金蘭千里中学校、高等学校は、大阪府吹田市藤代台5丁目にある、私立中高一貫校。以前は、いずれも女子校の金蘭会中学校、高等学校、千里金蘭大学とともに、学校法人、金蘭会学園の一員だったが、2005年に新たに、学校法人、金蘭千里学園を創設し、分離した。なお、別法人となった現在でも、校舎は、千里金蘭大学キャンパスと同敷地のままである。完全中高一貫校であり、高校入試は行っていない。カリキュラムは、他の中高一貫校と同様に、中高6年間のカリキュラムを、高校2年までの5年間で終え、高校3年では、演習問題中心の授業で、受験対策を1年かけて行うシステムを採用している。高校2年から、文系クラス、理系クラス別にクラス分けを行う維新クラスに分かれる。また、1学年の人数が180人程度を、1学級が30人程度という少人数制を採用している。国語、社会、数学、理科、英語の5教科について、授業の理解度をチェックすることを目的に、一般の中学高校でいう定期テストの代わりとなる20分テストが、基本的に月曜から金曜まで毎朝実施されている。この20分テストの成績に平常点が加味され、各学期の成績が算出されている。このほか、春、夏の学期初めの課題テスト、各学期終わりの総合テストなども実施され、外部模試である客観テストとともに20分テストを補完するテストシステムを構成している。春、夏、冬の長期休暇にコースと呼ばれる補助的な学習期間を設けてあり、その期間も生徒は全員登校しなければならない。中学1、2年生を対象とした水泳訓練はサマーコース中に実施される。高校1年生の希望者はサマーコースから夏季休暇の期間にかけてイギリスのイートン校、ハロー校、ラグビー校のいずれかに海外研修に行くことができ、その場合は海外研修をサマーコースに変えて受講するという形をとる。自然に親しむことを講是とし、創立以来、キャンプ、徒歩訓練を全学年で実施している。キャンプでは学年全員で2泊3日から3泊4日で、キャンプ地に赴き、テント生活、水産、登山、オリエンテーリング、アクティビティなどを行う。2015年以降のキャンプ地は、中1は白崎、中2は今津、中3はうさぎわの、高1は乗倉、上高地、高2は北海道、高3はうさぎわのであり、6年間で様々な環境や気候帯の自然を体験するプログラムとなっている。徒歩訓練では学校を起点として、勝尾寺、大阪北摂霊園方面に、全校生徒が18から 25km のコースで、秋の箕面をオリエンテーリングする。詳細は公式ウェブサイトの遠隔を参照。1965年創立。創立時すでに中高を併設していた金蘭会学園では、金蘭短期大学の移設のみを計画していた。しかしニュータウン建設において、高等教育機関のみの申請では認可が下りなかったこともあり、急遽中等教育機関も置かれることとなった。その時に、佐藤和夫理事長がバレーボールとサッカーを講技とした。2005年には学校法人金蘭会学園から分離して設立された学校法人金蘭千里学園に移管した。それまでの4階建て校舎を建て替え、7階建て新校舎で教育を行っている。2014年、翌年2015年の創立50周年を控え、学校改革に着手。下校時間の延長、クラブ活動の拡大、学習記録ノートの導入、高中祭体育の部の校外での講話以外の競技での実施、緊急メール連絡網システムの導入などが行われた。2015年、創立50周年を機に制服や制定品を一新。キャンプにおいて北海道自然研修を導入。2019年、生徒1人につき1台 iPad を使用。2020年、受験の内容の一部が変わり、新たに国語、算数、英語で構成されている全記位入試が追加された。中高一貫校だが、ほとんどの部活が、なかなか共に活動を行っている。ありがとうございます。